はい、どうも、慎太郎です。よいしょ、ということでですね、本日は、タイトルとサムネにもある通り、ザ・マッチンに来てた、有名人知らーん。はい、ということでですね、おかげさまでね、前の動画が、すごい大好評ということで、まあ当たり前なんですけども。そらね、ザ・マッチの動画上げたら、そらみんな気になるから見るやろうということで。まあけど、思ったよりね、見てくれる方が多くて。まあどうせなら、じゃあみんな気になるであろう。芸能人いっぱい来てはったじゃないですか。今回のザ・マッチ。だからその芸能人一覧というか、芸能人どんな人がおったかっていうのをね、言おうかなと思って。まあほんまはね、僕もね、格闘技が大好きなんで、ほんまそういう話をしたいんですけど、まあそういうのはね、格闘家の方がいっぱい YouTube でやってるんで、そちらを見ていただいて。しかも僕の席って、まさかの、後ろちょうどその関係者通路というか、その VIP とか、芸能人席への通路の真後ろやったんですよね。だからいっぱい見たんですよね。それもあってちょっとね、いろいろ話せたらなと思ってこの動画撮りました。いや、ほんまにね、タケルと天心には感謝しかないです。もうタケル選手とね、天心選手にはほんまに感謝しかないです。もう余韻に浸りすぎて今でも毎日動画見てる。多分みんなそうやと思います、ファンの方。僕毎日タケルの入場曲聴いてます。なんでよくわからんけど、いろいろ見ながらちょっとどんな感じやったか、まあどんな人らやったかって、まんまないから見て、なんかすごい印象の良かった人って言ったらやけど、すごいいい人とか見たんで、そういうのもね、ぜひみんなに教えて いけたらなと思って。けどまあちょっと申し訳ないことに、俺あんまり芸能人というものにあんま詳しくなくて、実は。いや、俳優さんとかは結構わかんないよ。実はあんまり女優さんがわからなくて、ちょっとね、見落としてた方も何人かいたんで、そこはちょっと申し訳なかったです。前の動画でね、格闘家の方がわかるね。やっぱ格闘技ファンってのもあって、ベイノワ選手が通る方がわかるもんな。じゃあ、どんどん早速、やっていきますか。市原隼人さんいましたね。市原隼人さんは、いかつすぎました。今日めっちゃ濃かった。その次、ガンちゃんもいたね、ガンちゃん。ガンちゃんもいたよ。ガンちゃんも通ったよな、ガンちゃん目の前。あんまり、もう、身長とか普通やったかな。ガンちゃんもいた。で、武井絵美、高弘夫婦ね、もうすごいよな。テレビがどんだけ実現したくてもできひん夫婦を撮るっていう。しかもね、これ、良かったんがね、トイレとか行くんかな、多分行きはるんかな、休憩中とかに。ちゃんと二人で一緒に行ってんのよ。もう仲良しかて。次は、菅田将暉、横浜流星、キングの井口さんってことで。これね、この三人も同じ並びでいて、いや、けど、俺格闘技ファンからして何が嬉しかったかっていうと、それはもちろん芸能人ってやっぱ忙しいし、まあ、あくまでこう友達の応援って感覚もあると思うし、格闘技が好きじゃなくても、その友達の試合を見に行くって格好もあると思うね。だから、最初からおらへん人に対して、なんかいろいろコメントで言われてるけど、別に俺は別にしゃあないと思ってる。しゃあないっていうか、まあそういうもんというか。僕らはね、やっぱ一試合目っていうか、あんな会場前からいたんですけど、菅田将暉さんとキングの井口さん、最初からいたんですよ、一試合目から。これね、めちゃくちゃ嬉しかった。なんか、やっぱほんまその二人だけちゃうかな。だって、菅田将暉さんなんかめちゃくちゃ忙しいやん。もうキングの井口さんもそうやん。めちゃくちゃ忙しいやん。俺もう見たわかるやん、菅田将暉さんなんか。もう毎回ちゃう髪型してるやん。その映画、試写会です。もうその映画とちゃう髪型してるやん。もう次の映画始まってて。それぐらい忙しい方やん。やのに、一試合目からいたのよ。しかもね、カメラとか抜かれるわけよ、一試合目から。会場にね。恥ずかしさでこう、こんな感じで。もうめちゃくちゃいい人。いや、前から菅田将暉さんっていい人やろうなと思って見てたんやけど、もうね、めちゃくちゃいい。俺ファンだったもん、普通に。しかも、映像でも、ちょっとね、昨日の映像って、この間の映像でも載せたけど、菅田将暉さんってな、叫んだら、こう、ちょっとやってみて。俺もうファンだった。いや、菅田将暉さんはファンだった。好き。俺もうほんまに好きだった。で、キングの井口さんもいたよね、最初から。誰かわからなかったもんね、最初。あんまりにもこう深く帽子かぶってあれするから、いや嬉しかったね。かっこよかったって嬉しかった。もう格闘技ファンもな、何人か入った、普通にツイッターとかで。いやほんまにそうやと思う。嬉しかったの、1試合目から。やっぱ結構しんどいね、あれ。結構8時間ぐらいあるから、俺ですらちょっと疲れて途中ご飯買いに行って、ご飯なんていうの、モニターで見ながら試合見るぐらいやったけど、菅田将暉さんとほんまにずっとおったんちゃうかな。あとローラとね、タカさんね。いや、タカさんかっこよかったね。てめえやったね。やっぱね、その最後にタカって呼んだけど、まあそれはやっぱり、武尊選手仲いいから、まあ負けた後っていうのもあって、あんまりこうね、笑顔じゃなかったけど、まあそれはもう友達がね、負けたらそうなると思います、やっぱり。仕方ないと思う。ローラさん優しかったね。ローラー、もう、見た？俺に2回も手振り返してくれてた。もう見た？こんな女の子好きやと思うね、多分。
で、2回も手振り返す2回目なんかみたいな感じ、よかった。ヒローラはね、やっぱ綺麗ってより癒しでしたね。そうやね。あとこれ結構びっくりしたのが、このまあケンコバさんとか鬼越トマホークさんが解説されてあったんやけど、前半はこの後ろの席が映るわけよ。座席がなんか芸能人席みたいな、そこにこういろいろ名前があるわけよ。こう例えばローラ様、ワンオトロック高様、ラッドウィンプス様とかあんねんけど、ヤマピーって名前があったんだよ。ヤマピー、ここも TM レボリューション西川さん、ヤマピー来んのと思ってたもんな俺。けど結局ヤマピーは来てないんかな、多分抜かれてないし、カメラに一回も結局来れんかったんかな多分。あと山本舞香さんね、俺僕山本舞香さんがちょっと女優さんが詳しくなくて、山本舞香さん綺麗かったね。その友達が好きでめっちゃ、あ、松田翔太さん、松田翔太さん男前やった。いや、やっぱ松田翔太ってね、松田優作の息子でしょ、青木地のよな。なんか独特のオーラだよな、あの人は。やっぱりラッドやな。ラッドの野田さんが、ラッドの野田さんがいてね、その時平野歩夢くんがいて、平野歩夢くんやっぱおしゃれやったね。やっぱストリートやってるだけあって、ストリートやってる、まあ、スケボーやってるだけあっておしゃれやったね。あと三浦翔平さんもいたね。三浦翔平さん、でも三浦翔平さんは近くで見たんかな、家に見れてないかな。あ、長嶋一茂さんもいたわ。長嶋一茂さん、そう、サッカーで長友選手、堂安選手もおったわ。あとは、あ、そう、アスタキララさんと竹内力さんもおって、最初出てきた時俺新庄や思ったもんな。ビッグボス、俺ビッグボスって言ってもらったもんな、友達に。よう見た竹内力さんやった。もうややこしい。もうあんな白スーツにこのエリアはもう新庄なんや、もう。あと EXIT さんもいたね。ニューヨークさんも二人揃っていたね。あとは、YouTuber で言うと、ヒカキンさんとか、もうガードマンさんもいたね。ヒカキンさん、はじめさん、東海オンエアの夢丸さんとか、まああれは、あの辺は多分、解説やってはったから、なんか一回インスタ投稿でみたいな。あとヘイフラさんね、ヘイフラさん見ました、認知されてましたからね。すごいっすよ僕、僕やっぱ俺やっぱすごいわほんまに。慎太郎さんですよ、僕から言ってる名前、慎太郎さんですよね。すごいよほんま。いや気になってると思う、なんでじゃあヘイフラさんの認知あるんかって。いや俺ね、あれなのよ、実は TikToker なんですよね。あのこの間のコメント、あの TikTok やってたんですよ。相互フォローなんですよね、あのニコちゃんと。なんで、あの、コメントでもあったけど、あの、リホさんの名前呼ばなかったんですかって TikTok で炎上したんですけど、TikTok ってほんま何でも炎上するなと思って。別に、意識してないから、そんな。いや、単純に、あの、ニコさん、ニコちゃんでいいかな、もうなんて言うのいいかな、もうニコちゃんでいきますか。もう総フォローやし。ニコちゃんが総フォローやから気づいてくれるかなと思って、ニコちゃんって言うだけであって、別に、そどっち欲しいとかじゃないねんけどな。TikTok、しかもヘイフラさんって、私平成フラミンゴってアカウントだけあったもんね、多分。で、まだあるあるとかやってはった時で、この人はめっちゃ面白いなと思って多分フォローしたの、確か。そんなフォロー返ってきてくださって、みたいな。で、別に DM も別に特にするわけでもなく、ただ相互フォローってだけだったんですけど、んならね、いつの間にかもバン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 ね、増えていって。びっくりした、ほんま。俺がすごいんちゃうわ。やっぱあの人らはすごいわ。ちょっとレースになりました。はい。いや、しかもな、大謙虚。今なんなら今一番人気あるんちゃうかな、多分ヘイブラさんって今一番人気あるんちゃう。やのにあんな腰低くて全然生きてない。俺もファンだったもんな、あんないい人らおると思って。すごいわ、もう大好きです。まあなんかあとは俺だからほぼ芸能人の方見たけど、あれ実はね、 K1 サイドとライズサイドで入場はけ口がちゃうねんな、退場はけ口が。だから俺らはライズサイドやってん、だから天心くんの入場が出てきたり見れたんやけど、だからあっち側の方で帰っていく芸能人持ったみたいで、だからあっち側見れてないんだ。なんか、たぶん、はじめさんとかは多分そっち側行きはったと思うんだけど、多分。まあまあ、そんな感じで、もう大豪華すぎました。その、だから、煽り V があってね。煽り V もね、今回ね、佐藤大輔さんが作ってくださったんですよ、今回。わかるこれ、この凄さ。最後の、しかもオープニングと、やっぱエンディングちゃうわ。オープニングと、たける天心戦はやっぱ佐藤大輔さんが煽り V 作ってはったみたいで、ね。いや、やっぱね、わかるのよ。クオリティの凄さが。かっこいいやん。ライジンの煽り V ってめっちゃかっこいいやん。あれ、誰が作ってんだろうと俺もう調べて、気になりすぎて、ほんまに上手やねん。ぜひみんな見てほしい。なんかな、作品としてめっちゃ凄いねんな、なんか。よかったね。いやもう100点の興行やったな、ほんま。いやだからね、え、で何話してたんだっけ。まあ、とりあえず、あ、だからその煽り V があって、煽り V はちょっと遠かったから横にあったのこう見てた時を、
ここを芸能人が撮るからすごい豪華やったね。もうおかしかったもんな。まだ余韻浸ってる。ほんまにほんま格闘ましてほんま2時間ぐらい喋れちゃうんですけど、たける天心戦だけで。まあけどこれはもうちょっと抑えとこうと思って、あんまりの興味ないと思うね。けどね、これをきっかけにね、格闘技がもっと盛り上がっていけたら、格闘技ファンとしては嬉しいですね。はい、ということで、ありがとうございました。では、ぜひ格闘技チャンネルならへん、大丈夫このチャンネル、チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。